こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は FBA に何個商品を送るか、その補充個数、それと納品個数についての説明です。FBA 納品個数は3ステップで考えてください。ステップ1。まずは1個送って売れるか試します。ステップ2。1個売れたら次に3個で1ヶ月に売れる数を予測します。3日で3個売れたら30日だと30個というふうな感じで予測します。そしてステップ3。10個または1ヶ月の予測個数、少ない方の個数を納品すると。10日で10個売れたら30日で30個。これでね、3個の時より予想精度が上がります。その後は様々な要素をもとに2週間から半年分の在庫数をキープします。これから1年で一番売れるホリデーシーズンを迎えます。売れた商品は在庫切れを起こさないように速やかに納品しましょう。納品個数例を実際の質問を使った Q&A 形で解説します。質問1。オーストラリアアマゾンで FBA で3個入れて、1週間で3個売れたら、次は何個売れますか？何個入れますか？ということで、答えは1週間で3個ということは、1ヶ月、1ヶ月4週間だと考えると4倍の12個です。12個納品してください。ただし、ホリデーシーズンなので、普段の3倍、36個納品しましょう。質問2。4日で3個売れたら、次何個入れますか？4日で3個ということは、1ヶ月だと、4日で3個。で、28日間、4週間と考えると、3、7、21個。で、あと1.5ね、半分ありますんで、31だと、切り捨てだと22個になります。で、22個納品してください。ただし、こちらもホリデーシーズンなので、普段の3倍、66個納品しましょう。仕入れ1000円、売上3000円で利益1000円の商品なら、66個で6万6000円の利益です。ホリデーシーズン中は販売機会の損失が大きいので、普段の3倍から6倍の在庫を入れましょう。個別サポートの会員さんには、仕入れ価格や利益率、ライバル関係を見て納品個数をアドバイスします。お気軽にご相談ください。これ、ホリデーシーズン中はね、商品の受け入れもすごい遅くなります。ね、あるいはね、発送が追いつかなくて、もう発送優先で受け入れはしませんというのもね、今まで起こったことがあります。ですんでね、ホリデーシーズンが本格するのは12月なんですけど、もう来月11月のうちにね、12月に売れるであろう在庫数はね、もう多めに入れちゃうと。で、売れ残ってもね、例えばライバルたちもそこまで十分入れなくてね、在庫切れを起こしてこっちが売れるということもありますんで、3倍ぐらい売れるかなと思ったら、実際にはね、6倍、7倍売れるってことも、まあ今までのね、ホリデーシーズンの売り上げを見てるとあります。そんなわけで、特にね、利益が十分取れる商品、たくさん納品してもストップかかりにくい商品はもう思い切って、6倍の在庫を入れてしまった方がいいです。まあ、これね、入れたけど強力なライバルに負けちゃったとかね、入れたけど販売止まっちゃったと言ったらね、なかなか目も当てられないんで、たくさん入れていいのかなというね、ことはもうこれ相談してください。仕入れ価格とかね、商品がどうかとか、利益率、あとね、相談者の性格とか、いろいろ見てアドバイスします。まあ、それより何より、これよりね、一番売れるホリデーシーズンを迎えますんで、今までね、探してきた商品、まあ、ガツンと売って、まあ、いい年迎えられるようにね、あ、もっと入れとけよかったなっていうのはね、毎年毎年聞く話なんですけど、儲かる商品をね、入れ損なって、儲け損なうということがないように、きちんと商品を納品しておいてください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。